今日めちゃめちゃ天気がいいっすね。よし。よし。うわ、めっちゃ天気いいっすね、今日。今日は最高の天気っすね。もう。空をちょっと見せましょう。空やばくないですか？空やばい。ちょっと悟空になってます。いやでも悟空ってわかるよ、すごいよ。はい、ではね、ぼちぼちワークをしながら遊んでいきたいと思います。よいしょ。なんかめっちゃ上手くなってきたね、本当に。可愛らしさよ。ちょっと立体的だもんね、ちゃんとね。本当。ほら、もう出てたかい。あっさじゅうたもくれた、ほら。あっさじゅうたも。ね。職人の部屋のここにできとって。職人の部屋。よし、じゃあ、動画編集やっていこうかな。じゃあ、昼からも頑張っていきたいと思います。このね、作業を終わらせて、あとはね、ほのぼの過ごしていこうと思います。ちょっとウィニングレモンをやろうと思います。めっちゃいいね、うん、おーい、はい、次。私たちはこっち場狙うから。何それ。じゃあ分かった、ルールを変えよう今度。はい、上から落として入れればいいってことしようか。え、上から落として入れればいい。嘘、ほら、あれで無理やろ。俺やん、しかも。はい、行くよ、どう？梅じゃんか。どう？こっちから見ても OK、こっちから見ても、あ、OK。OK、行くよ、うん。あ、あともう少しこっち。こう？それ？そうそう、OK。うわー！俺一番。
はい、あの本をね、久しぶりに紙の本買います。最近なんかアマゾンランキングで1位みたいなんで、やっぱね、そういうのは買っとこうかと、はい、仁先生の資本論読んでいこうかと思います。まあ今読んでる本を読み終わった。そうね、環境危機の時代か。なるほどね、資本主義をやっぱり、やめていかないといけないと。うん、うまっ。どういうこと？はい、もうね、お風呂もね、ご飯も終わったので、あとは少し作業をして、で、ゆっくりしたいと思います。はい、かき氷、よし、はい、練乳、豆乳。